もしかしたら、全然楽しめない <laughs> 映画かもしれないです。<music> どうも、ミシン・フミのバラッド、リョウです。皆さん、フォード・ vs ・フェラーリ見ましたか見てないですか絶対見た方がいいですよ。うちのお客さんは、もうね、結構なあのー、人数が、えー、見に行って、 Twitter、えー、とかインスタグラムでねあのー、見に行ったよなんていうのをアップして僕が紹介したのを見て、えー、急にね見に行ったっていう人もいましたこ間ねそんな話を仕事頂い,いてるねアメシアさんに行ってしたんですよこんなこんな映画ありますよねなんていう話したらまあその方がと昔ね「栄光のルーマン」っていう映画があってさっていう話を されてえっ、ー、と名前はねタイトルは知ってたんですけど全然どういう映画かとかっていうのは全く知らなくてで今回ちょっと気になってね早速、えー、オークションヤフーオークションでねこの DVD を買ってみて何じゃこりゃっていう感じだったんでお今回のね「ホード・ブース・フェラーリ」が好きな人はもちろん見れるし「えー、世界最速のインディアン」とかああいう映画がまあ響く人は当然車が好きな人多いと思うんでそうしたら見れると思うんですが。 えーとね、ちょっと僕こ,れをこの映画を見て、まあ、なんじゃこらって思ったとこがいくつかあるんですけどまあ、そういうのも踏まえてね、ちょっと紹介しようと思いますタイトルは「ね、栄光のルーマン」っつってえっ、ー、とね「1971年が一応こう話フォード vs. フェラーリは」は、えー、実話をベースにした話なんですけどこの話はちょっと。 そのルマンのレースシーンプラス、えー、一応キャプションというかね脚本がついてるストーリーが織り交ざってるんですけどまあはっきり言ってこの映画はルマンが好きとか車が好きとかっていう人以外の人にはもしかしたら全然楽しめない <laughs> 映画かもしれないです。っていうのも、えー、この映画ね1時間30分30分ぐらい。 あるんですよ全体でね。の中で7割8割レーースシーンですね、うん、もうただただ車が走ってるルマンのレースシーンもう僕見てて一番びっくりしたのが、うん、まあ、ここからちょっとネタバレというかねあの本編ちょっと触れちゃいますけどまあこれ主演がねスティーブ・マック・イーンなんですけど登場してでまあ冒頭のそうっすね30分 40分ぐらい、えー、このマック・イーンも出てくる人一切セリフがないんですよ。びっっっくりしますよ20分過ぎぐららいからえ,え,えって感じだったんですけどね僕もでじゃあその40分で何が描かれてるかっていうとその要はこのスティーブ・マック・インは実際この話の中ではレーサーとして出てくるんですけどマック・イーンが出る、えー、そのルマンがこうだん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 ね会場ができてきて人が集まって。 えー、レース出る連中が準備してみたいなこうまあ幕開けの時間が40分ぐらいあるんですよ。もうただただロードムービーっぽくねこう会場に向かう人の車の列とかね会場周辺でキャンプ張って、えー、これからレースが始まるのを待ってるオーディエンスの動画というか映像がねこうキレキレで紹介されていくんですよ。それがね、あのー、俺は すごくなんか臨場感というかこれから始まるこうレースのワクワクドキドキをものすごく実体験当時のレース会場に行って見てる感じに僕はなってでおそらくまあこの動画見てる方とかねこういう映画知ってる人はその昔ねビンテージバイクでレース出てたとかまあヴィンテージバイクというか当時ねレースモトクロスのバイクでね、レース出てたとか、まあ、ジム・カーナやってましたとか。 ラリーかじってましたみたいな方もいるかもしれないんですけどあの雰囲気がこう分かる方あれにこうなんかちょっと胸キュンしちゃう人にはその冒頭の40分って結構あの見ててああってねなるこうなんか懐かしさに浸れると同時に当時のそのルマンのもう熱狂ぶりがすごくね手に取るように分かる。 うんなんかこう臨場感のあるシーンになってます当然ね70年1970年に撮影して1971年に公開されている映画なんで当時のもうありとあらゆるヴィンテージな車、まあ、バイクファッション、まあ、あとこうねレースシーンで使われているロゴとかもう本当に今から見たらもう完全にレトロでヴィンテージなんですけどそれが本当にねリアルに映されております。で 多分ねこうレースシーンなんかをよく見てるとね画質が違うシーンがパッパッパッと結構あるんですよ。オーディエンスをね監修を映してるなんか見ても画質がちょっと違うなっていうのがあってあれは多分、えー、当時の映像を使ってるんですよまあ、当時のっていうかこれ70年ぐらいに撮影して71年公開なんで多分1970年の レースとか会場の雰囲気を映してるんですけどそれがこうねこの映画のために撮られた撮影のフィルムと当時のその会場を映してる本当のレースシーンの映像がうまくこうね組み合わされてて一見するとどれが映画のために撮った動画でどれが当時の本物の、えー、会場のねレース会場のシーンなのかっていうのが全然わかんない。もう50年もう年前の、えー、映画なんで実写… ですよね当然全部だから走ってるシーンって全部が実写でだから中には本当にあこれ多分当時のレースシーンだなっていう本物の映像とかも入ってますなんかこうねストーリー楽しむ映画っていうよりもなんかこうダイジェストにしたみたいな映画なんですよではっきり言ってストーリーなんか <laughs> 僕はねもう全然入ってこなかったですの前年のレースでマックインは事故を起こしてるっていう設定ででその時に 一緒に事故って死んじゃったレーサーの未亡人が今回のレースに来てるっていう、まあ、設定でねそれでこの時はねもうあのフォード VS フェラーリのフォードはもうこのレース出てないんですよルーマンに。俺たちはやりきったっつってねもう3連覇ぐらいしてあのね最後はワンツースリーフィニッシュとかでフォードは飾ったりとかしてたんでもうやることなくなったっつってねもう撤退するんですよ。でこの時 えー、70年とか71年っていうのはもう、あのー、まさにフェラーリとポルシェがもうバッチバチでやり合ってた頃なんですよねでこの時のレースも一応ポルシェが勝ってることになってますでまあね面白いなと思ったのが当然その走行シーンって実写にカメラをくっつけて走ってるんですけど1970年にその71年公開のこの映画のために動画をね撮ってるんですけど70年のレースに実際に えー、ポルシェの、えー、917あのー、こうモヤーンウィングみたいなやつですよモヤーンウィングみたいなやつね、えー、水平対向12気とあれに、えー、この映画のためにカメラを積んで実際にレースに参戦してるらしいんですよね2台ぐらい出てんのかなでしかも、えー、この当時ねルマン大体いい50台前後出走して完走できんのが半分とか えー、この70年のレースだって13台とか20台は乾燥できてないんですけどその撮影者が <laughs> 9位に入ってるっていうね <laughs> すごくない撮影者が頑張ったなみたいなね9位に入って乾燥してるっていうでそのだから要は、えー、9位に入ってね乾燥しちゃうぐらいのポテンシャルのガチで走ってるレーサーの動画がここで見れると。 多分これがそうだなっていうのはいくつかあるんですけどそういうねだから本気でこの映画のマック・イーンがまあもうこの人バイク卿でありね車卿でありレース卿であった人でも有名なんで本気でこうまあカーレース映画を撮りたいっつって自分のプロダクションを使って作った映画なんですけどまあ本当に見るとねまあそういう人にしか響かない内容なんですよ。 もう本当ストーリーどうでもいいからただただ動くレーサーが見たいとかそういう人にはめちゃめちゃ響くけど映画だと思うんですけどなので、えー、映画ビジネス的には全くダメだった全売れなかったらしいですただね日本ではバカ売れしたみたい、うん、でちょうどやっぱり1971年って言ったら日本でも、まあ、自動車がねもうこうなんて言うんですか自動車バブルに取っかかってる時期で 今に比べたらもう圧倒的にこう車がこう盛り上がってるね時だったと思うんでそこに多分ドンズバでヒットしたんでしょうねなのでねまあこれはね番人にはね本当にねおすすめできないですけどあの感動を求めちゃう人は見ない方がいいですねやっぱりあの動く水平対抗12機とか見てとか <laughs> そういう人にはねいいあとねやっぱポルシェ好きな人は。 わーってなると思いますねあの映画の冒頭でもマックイーンが、えー、911の SC かな70年の 911SC のナローでね登場しますけどまあかっこいいね本当にかっこいいやっぱり、うん、それでいてねあのレースで走る917のあのもう凶暴な水平対抗12機ともうねたまんないですねそこら辺はねでねまあ僕はこの映画ね、まあ、最後まで見て 思ったのは,は僕は60年代の本当にあのフォード・ vs ス・フェラーリのね60年代6345ぐらいから、えー、この映画のまあ70年うんまあ僕の車がね73年式だから73年とかそのぐらいの、えー、期間のまあこういうモーターカルチャーとか車実際に走ってる車っていうのが、まあ本当に好きなんだなと思って改めて。 思いましたねまあ今2020年で50年前じゃないですか50年前のこういう車カルチャーとかに今僕らはときめいててじゃあなんか当時のねこの年代生きてた人たちって今のまあ僕たちみたいに40年50年前のこういうシーンときめいてたかって言ったら多分ときめいてないですよ全然。むしろこの頃ののの頃人たちっっていうのはやっぱ今の もうううなんかこう最新鋭ににときめいいてててそんでさらに未来を見てたっていうねだからなんか見てて思ったのはねこの年代の人ってきっと今の人間たちよりもねすごい近未来を夢見てそれに向かってこう躍進をし,、ね、してたで技術を磨いてものを作ってたんじゃないかなと思ってだって今の僕らの世界でこうまあ走ってるね車バイク 50年後にね2070 20年の人が見て僕らがこれを見る時のときめきを持つかっつったら多分持たないですよね。だからそんぐらいこのやっぱ60年代70年代の本当にこう車がもうめっちゃ盛り上がってた時っていうのはもう今なんかとは比べ物になんないぐらいね莫大にすごいもんだったんじゃないかなと思って。 60年代生まれたかったなーって僕はね常々思ってたんですけど逆に60年代生まれてたら今僕らがこう感じてるこのなんかこういうシーンに対するロマンみたいなねドキドキは味わえないのかと思うとねもどかしいところがありますね。まああとやっぱね、まあ、これもそうだしフォード VS フェラーリも見て思ったけどうーんまあ車好きな男の子はやっぱスーパーカー1回ぐらいは触れたいっすよね。 うんやっぱね2人乗りの車がいいなって思っちゃいますね,ね見てるとねだから俺もビートルねなんかツーシーター化しちゃいたいなとかいろいろ考えちゃってね、まあ、今後のこう車のなんかいじくり方というかね付き合い方とかも踏まえてねこういうの見るとねすごく、まあ、勉強にもなるし、えー、感化されてしまうなと。 思いましたんで、ねあのー、ぜひねまあ、この映画もそうですけど「まフ、あ、ォード vs. フェラーリ」でもなんかでもこっちの方が後の映画なんで「フ、え、ォ、ー、ード vs. フェラーリ」見た後でねこっち見てとかまあどっちでもいいですけどお,おすすめするんでねぜひぜひ見ていただけたらと思います。では